パのゆめです。ということで本日も私のピン動画です。すいません、今日はですねサクサクっと言っていきたいと思います。何をしていくかと言いますと、酢飯からお酢は絞れるのかっていうことについてやっていきたいと思います。まず酢飯を作って、そこから酢飯を絞ってお酢を抽出していきたいと思います。どうやって酢飯を作っていくかと言いますと、インスタントご飯があります。これにすし酢を混ぜて作っていきたいと思います。で、本当のすし飯はお砂糖とか多分入ってるんですけど、ちょっとめんどくさいので今回はこのまま投入していきます。お酢の匂いがすごい。投入していきますね。入れすぎた。混ぜ混ぜ混ぜ。ちょっと待ってね、熱い。めっちゃ太も見えと。寿司飯。もうちょい出していいかも。でも寿司飯からお酢を絞っていこうと思います。え、気持ちいい。熱いご飯を手に握るってこんな至福なんだね。ここに寿司飯があります。ここに絞っていこうと思います。わー、いきます。絞れない。やっぱりご飯がお酢を吸収するのが思ったより早かった。めっちゃラップについとる。多分これお酢だと思うんだけど、でもご飯の水分説もあるけど、多分これの中にはお酢も混ざってると思います。なのでラップにはまだついとうかもしれん。お酢が継承結果としては、酢飯からお酢を絞るのは無理っていうことが分かりました。でもお酢をもっと食用とか関係なくいっぱいお酢をご飯の中に入れたら絞れると思います。なのでみんな寿司飯は美味しいので、みんな寿司飯を作ろう。次回からこそはさやとの2人動画になると思います。お楽しみに。バイバイ。昼夜逆転は1日だけ2時間睡眠にしたら治るよ。